はい、どうもヒデです。横浜 F マリノス元韓国代表ナムテヒ選手を獲得かということで、今回の動画は横浜 F マリノスが獲得に動いていると噂が出ている元韓国代表のナムテヒ選手について話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルでは J リーグについて話したり、 J リーガーを1分で紹介するショート動画も発信しているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。まず今回噂されているナムテヒ選手は韓国出身の選手で、現在32歳、昨シーズンまで約11年間カタール一部でプレーしていた選手で、現在はフリーになっています。ポジションは主にトップ下で、右左のウィングとしてもプレーできる選手です。217試合に出場して72ゴール59アシストという驚異的な数字を残していて、2223シーズンはリーグ戦22試合中17試合で先発出場、6ゴール4アシストをマークし、元柏レイソルのオルンガ選手とともに主力選手としてリーグ優勝に大きく貢献しました。2012年ロンドンオリンピックの3位決定戦では日本を破り銅メダルを獲得していて、ワールドカップでも2度メンバー入りをしていて、 A 代表での実力も十分ある選手です。そんなナムテヒ選手の特徴は、キレのあるドリブルと高いアジリティで攻撃の起点となれる選手で、高い得点能力とパンチ力のあるミドルシュートを持っている選手です。続いてそんなナムテヒ選手を獲得する理由について話していきたいと思います。やはり一番大きいのはマルコス・ジュニオール選手の移籍が影響すると思っていて、ブラジルメディアによると、日本で5年間過ごした後、来年には日本を離れる予定、契約更新の合意はなく、契約満了となる来年1月に横浜 F マリノスを退団する予定と報道されており、 UAE 一部のアル・バタイフからオファーが届いているほか、ブラジル復帰の可能性もあると噂されているため、その後釜としてナムテヒ選手を獲得しようとしているのではないかなと思っています。それにマリノスは ACL を戦う上で外国人枠が限られているので、アジア選手枠としてプレーできるのも非常に大きいポイントなのではないかなと思っています。そんなナムテヒ選手の使われ方として、西村選手とポジション争いすることになると思っていて、運動量と飛び出す能力は西村選手の方が高いと思っていますが、チャンスクリエイトやライン間で受けてのプレーはナムテヒ選手の方が高いと思っているので、両方の能力を持ったトップ下を使い分けることができて、 J リーグ連覇に向けて大きな補強になるのではないかなと思っています。今回の動画は横浜 F マリノスが獲得するのではないかと噂になっているナムテヒ選手について話していきました。よかったら皆さんの意見もコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。そして最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。